シーアライトなんですか。っていうことが、まあ、見ていただくと分かるので、例えばここに行くときにここの道は避けて通ろうとっていうことは可能だと、っていうことでその、まあ、生活に役に立ててもらいたいなっていうのがいいな。まあ占領地見たければこういった形で占領地も見て、慌てないだけのね、備えはしておかなきゃいけないっていう中で、まあ、生活の、その、まあ、気温を測るじゃないですけども、指標としての、ね、一つとして、まあ、ガイガーカウンター一つね、まあ、一家に持っていただいて、自分 の、 その生活圏の管理、安全管理をするという意味で役立てていただきたいなというふうに思ってますね。はい、まあ、実際に、まあ、我々住んでて確かに見えないもんですから、まあ、何も大人は感じませんけども、まあ、子どもは成長に していくにつれてその敏感ですから、安全って何が安全かっていうのはちょっと私にはまだ判断できないですよね。ただその判断する材料をこう情報として提供してほしいですよね。はい、そのぐらいでしか出せないんですよ、放射性物質って。測定の仕方は第二次世界大戦から進歩してないので、全然。それはね、やっぱり検体がないんですよ、研究者に対して。作る材料を排出する国って世界に2つの国しかないんですよ。